マクマーンスタジアムはカナダアルバータ州のカルガリーにあるカナディアンフットボール専用スタジアム。1960年にカルガリー大学校内に建設され、会場当初からカルガリー大学フットボールチーム CFL のカルガリースタンピーダーズのホームスタジアムとして使用されている。1988年カルガリーオリンピックでは開会式と閉会式の会場として使用された。 1985年までカルガリー市が所有していたが、現在はカルガリー大学が所有している。またグレーカップの会場としては1975年、1993年、2000年、2009年の4度開催された。さらにヘリテージクラシックが2011年2月20日に開催された。 1988ウィンターオリンピックスオフィシャルレポートパート1ピアニッシモ166から73リリーブドレイゴ12 2 009web.archive.org 2008年2月2日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年3月3日閲覧、スタンプスイクスプロアセリングライツ カルガリーさん、http コロンスラッシュスラッシュスラムドットカノアドットサスラッシュスラムスラッシュフットボールスラッシュ cfl スラッシュカルガリースラッシュ2005スラッシュ05スラッシュ05スラッシュ10267765ドット html 2008年10月31日閲覧。NHL 2アナウンスアウトドアーゲームズインピッツバーグカルガリーオンフライデー。 TSN, さ、2011年3月3日閲覧。ありがとうございます。